どうも、バタヤンチャンネルです。ということで、今娘にポッキーをもらいましたので、これを持ってやってくれって言われました。どうも、バタヤンチャンネルです。ポッキー、おいしい。全然可愛くないな、どうして。ポッキーのね、CM みたいなの来ないよね、絶対来ない、絶対来ないよ。よいしょ。今日はね、もうご飯食べてるシーンはないんです。なぜかというと、あれがないのよ、私のあの具沢山卵焼きの具を作ろうかなって思ってます。だから今日はね、あれがないですね。あの配信がご飯食べてるブロックはナッシング、まあね、じゃあそれだけを見たいから、私何して、ああ、さあこれです。で、今日は、うまかねぎ。これ98円でありました。うまかねぎです。うまいでしょう。これ、まずかったらおこんで、まずかったらおこんで、うまかねぎ。まずかねぎやったらおこんで、あんまりね。はい。全然、なんか、しょうもないことばっかり言ってます。しょうもないことばっかり言ってる。ちょっと、できるかも、これ。あ、それやめて。今やらんといて。お母さん、それ違うところでやる、練習するやつやから。じゃあ、おそらくポコリン。うん、ポンポコリンやって。よし、ということで、やりましょうか。やりましょう、やけど、先にせやな。これを、何でもかんでもみんな、はい。正直ちょっと音痴や、けどな。いくよ。はいはい。めっちゃ早く行くね。うん、いや。ぼわっと。おばさんも登場します。私も偉いよ。チラリー、はい。ヘイ。ヘイ。お腹が減ったよ。イエーイ、お腹減ったよ。イエーイ。イエス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 。うまい。皆さん、もううちの家族の中で、うちあかりが一番、娘が一番弾けるかもしれへんな。あかりちゃん、まだ他に弾けそうなやつなかったかな。なんか目痛い、ママどうして弾いていい？いいよ、弾けるかな、それ。あ、弾ける。それは4つ。あんた覚えてるよね、どれがどれか指。うん、覚えてる。すごくないですか。どうして、待って、むずいね、これ。違う、あかり、どうしてでいいのよ。じゃあ、ママ一回やってあげる、ちょっとだけ。うん、いい？どうして、どうして、君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに。オッケー。どうしてって、こう、せーの、待って、うん、G7 だよ。じゃ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 、これ、ここ、これ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 、君が泣くの、の、の、そう、うまいな。オッケー、オッケー。
然できてないけど、おもろい。あ、で、いい。じゃじゃじゃ、いいのいいのよ。難しい。難しいね。知ってるよ。あ、これ毎日できてないね。うん、多分1ヶ月た、もう2週間でも経ったらもうスラスラ吹けるようになってると思う。あの、オッケー。エボヤだ。お母さん弾いたろか一回。あかりちゃんわかった。シュシュ食べてうるさい。一言も喋ってん。今喋ってたし。お母さんちょっと一回やらしてって。ほんなん分かるかなと思う。いいよ、だから。あんたそういうとこ分かんねん。素直になれへんから。どうしてできないんだよ、だから。どうして君はできないんだよ。何の歌？自分より。かわいいな。悲しむから辛い。聞いてるこっちが辛いよ。どっちかわからなくなるの。ガラクタやだった。俺喋ってる。いやいや教えたってね。ガラクタ、あ、教えなくていいんだって。教えなくて。きつい。二人なら、なんの離れてくれ。そばから離れてくれ。いいねいいねいいね。ここだけわかる。ああそうかそうか。知らんかったね。それ知ってるとこで弾きなさい。ほんなら、うん。はい、はいはい。全部入れてもらおうかな。ちょびっとだけ残す。ほんまはね、ちょびっとだけでいいねんけど、もう全部入れ。これからは僕も届けてゆき。外にある世界が気づいたから。イエス。全部いくね。うん。もう一回、もしかしてもう一回やられるんですかね、あの方。なんじゃそら。辛いのはこっちや。辛いのは聞いてるみんなや。辛いのは聞いてるみんなや。ガラクタ、ガラクタだっただよ。あかり、ママに一回ちょっと、あかり
あかり、あかり、あかり、ママに離れてくれ、そばから離れてくれ。あかり、サビなのに。サビにじゃ、ごめんなさい、今入れとけた。あれ、どうぞお願いします。サビ。笑っててほしいな。笑っとこ。あ、そうだそうだね、確か。あかり、ママにも一回だけ弾かせてお願い。持ってきて。これ、ね、全部ね。本もちょうだい。2年生じゃないね、君。うん。2年生じゃない感じしかあるんだよ。うん。それあかり読めるんだ。ママがちょっと弾くから、じゃあ。ありがとう。ここで弾くわ。聞いててな、あかり。うん。どうして、あれ、どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタタタハズの今日我が二人ならだからもノーになる。そばにいたいわ、君のためにできることがここにあるか。わわわ、いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、はっはっは、ひだまりのようなまっすぐ抜くその優しさを、ぬくもりを全部くらくら僕も届けて行きたい。ここにある幸せに気づいたから、おばさんの約束でした。おばさんの約束どうしてやな。スーパー行くときに書いたメモ忘れるのやな。どうしてーとかなんかさ、うん、音量が違うよ全然。ほんま、うん、ほんまかいな、そうかいな、ほんまかいな、そうかいな。なんかすごい変な汁が、汁というかこれ旨味ということでいいんですかね。じゃあね、よし、俺も、はあ、リサイタルや。よっしゃ、まだまだまだやっちゃうよ。はいはい、じゃあママ歌って。いいよいいよ、せーの。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタタ、どこ弾いてんのわからない。うん、サビやって、うん、サビやってください。サビ歌って、うん。
今日歌うね。うん。そばにいたいよ。めっちゃ、うん、かっこいい。めっちゃね、すごい。お母さんみたいになって。そばにいたいよ。そばにいたいよ。かっこいい。いや、かっこいいやん、かっこいいやん。そばにいたいよ、君のためにできることは。うん。イエーイ、最高や。いいね、いいね、いいね。さっきの歌うまくなった。うまい、うまい。さっきのはね、うん、あの、面白くしてやった。うん、いいね。どんどん音量が変わっていく。どんどん音量が変わっていくよ。うん。うん。うん。初今なんかずっといろんな考え事してたわ、黙ってたけど何かというと、何を考えたかっていうと、今度なんかイライラしたこと、イライラした話をしてくださいと言われて、何の話をしたらいいかなと。他にはママが、うん、あかりがイライラするのはママが怒ってる時にイライラするってこと？あ、違う。ん？ママのこと。どういうこと？ママがな。うん。もう怒りたくないって言うじゃん。そう。うん。いや、そうや、ママはもう怒りたくないの、怒った後にいつも言うの。怒りたくないの、お母さんだって毎日こなしてって言ってんねんな。同じこと言ってるやん、だってお母さん毎日同じこと言ってるもん。じゃあだから怒らなければいいんじゃないって、お母さんに何回も同じこと言わせるようなことせんといてって言うてんね、お母さん。それをどうすればいいかって視聴者さんに聞くでしょ。視聴者さんに聞くんじゃないよ、あんたたちが考えなさいよ。例えばやけどな、洗濯も畳んだやつ片付けてねって言ったら、もうすぐ片付、すぐじゃなくてもいいわ、最悪。じゃあその日のうちには片付けてよ、もうそのまま。お、何にも片付けてるよ。だからもうお兄ちゃんの分もたまには片付けてあげてもいいやんか。ほんなら、あかり片付けてるよって、あんた片付けてない時もあるよ。じゃあ、じゃあそういう時は2回言って。2回言ったらできんの？わからない、やってみないとわからない。そういうのがイライラするんだから。だからやってみないとわからない。やってみないとじゃないね、もう1回目からやりや言うてんね、お母さん。何の、何やったんや今。何やそれ。あんたにできることは洗濯も立たんです、片付けることや。だからそうやな、うん、怒っていてほしくはない、笑っていてほしいんやな、お母さんにな。うん。
あっちな。あっつ。え、なに？もう分かりちゃん、もうそれやめて、もう。もうやめて。もうええわ。目痛い、目痛い。これ16個分作りますからね。た、熱い、熱い。20分もやってるのこれ。でも20分もやってますけど、この作業は地味な作業ではありますが、これをやることによって、もう本当に何にも今日したくないなと思う時、あとお弁当の時の、卵焼きの具としてですね、もう5分っていうか、まあ普通に卵焼き、まあほんま5分でできる、美味しい一品が1分でできると思ったら、ここに何十分かけたって私はいいって思ってます。はい、これよかったら作ってください、皆さん。ほんまはこれ、それこそ浜内先生に教えてもらったレシピやねんな。でもこれはほんまは豚くさんオムレツみたいな感じで、ほんまはソースをケチャップソースでなんか作るみたいっていうのがあってんけど、もうそんなん作らんと、ただのケチャップにして、お好み焼きにして、お好み焼きちゃうあれにしてんの。ほんまは玉ねぎ4分の1個みじん切りとかそんなんやねんけど、でほんまこれそもそもニラを入れてたのよ。ニラはニラで美味しかったけどな、初めはニラもしててんけど、お弁当に入れるときにニラの卵焼きちょっとどうかなと思って、ほんであれにするようになったんや。何あれ、あの豆苗、うん、豆苗にするようになったんですよ。よっしゃ、よし。もうあっという間に9月終わるやん。ちょっとみんなびっくりすんねんけど、やっと涼しくなんのかな。これ配信されるとき涼しくなんのかな。この前のもう土曜日やったかな、この3連休めちゃくちゃ暑い、信じられへん暑さや、発揮しようて。暑いっていうか蒸し暑いね。もう今もそう、今もコブラかかってんのに蒸し暑いってこれどういうことなんでしょうね。よっしゃ、はい、玉ねぎ4個切りました。今日はだから卵焼きの具をね、16個分で、ほんまあれも作ろうと思ってたのよ。それ何？だから卵焼きの具やね。あかりちゃんさ、お母さんさ、本当あれしたいのね。何あれって言われても分かんない。お母さん、あれやんか、なんやったっけな。あれって言わないで。うん、お母さん、じゃあお母さん何の話してるか当ててみてよ。じゃああれって何のことやと思う？分かんないから、ママが決めないと。ミートソースの具。どうした？それを作ろうと思ったら、もうあれ飽きたって言われた、ミートソース。大量に作ってね。言ってないんだけど。言ったよ、お兄ちゃんが。もう、そればっかり食べてるって。いや、週に1回、週に1回食べてるだけの話で、なんでそんな前。シュッシュがさ、もうめちゃくちゃ飽きた。もう美味しくない。美味しくないは言ってないよ、逆に。飽きたしか言ってない。なんでそんな誇張して言うなんだ。めちゃくちゃやんけ。あだ。お腹空いてきた。よいしょ。みじん切りにするっていうのが非常に、ブンブンチョッパーでやればいいって思うねんけど、もういいわ、今さら。今からブンブンチョッパーはもういいわ、さすがに。お酒はぬるめの考え、
私ね、あの長男のつわりの時にお酒はぬるめの、あのつわりってこうやったらなんかちょっとやばらぐとかいろいろあるやん。私なぜかお酒はぬるめの考え、魚はあったイカでいいって、この歌を歌ったらなぜかつわりが和らいだ時があったんだよ、一時期で。その歌ばっかり歌っててんな。ほんで子供が生まれた時にそれ歌ったら子供がよう寝たんや、一時期。だからやっぱお腹の中でも聞いとったんかな、魚はあったん。よく体内記憶みたいなあるって言うけど、あんなもどうなんだろうね。よくさ、いやほんまにびっくりするけど、お空の上からお父さんとお母さんを見てたっていう時あるやん。あれほんまなんかな。いやあれまた体内記憶とは違うよね。お父さんとお母さんをお空の上から見てて、ほんで来たんだみたいな、それをなんか淡々と喋ってんねん。2、3歳の子が、2歳ぐらいかな、あれまだちっちゃい子やわ。あと体内記憶でええと思ったのが、あのハサミが見えたって。え、ハサミって怖いやん。だから生まれた、だから体内記憶というよりも生まれた直後の記憶なんかな。言ったらなんかこうハサミでチョキンでへそのを切ったりするやん。そのことを覚えてて喋ってるとか、すごいね。そう思ったらすごいよ。お腹グーってなってるわ。だから体内記憶じゃないけど、じゃあ自分たちの中で一番ちっちゃい時の記憶って何があるんかな。幼稚園よりも下の時の記憶っていうのがないな。私記憶にはないねんけど、一個だけ覚えてんのが、私ね初めてお葬式に出席したのが幼稚園の同級生の女の子の、確か多分それやと思う、ね、記憶にはないねんけれどもね、お友達で、確か春ちゃんっていう名前じゃなかったかな、小春ちゃんやった。もう名前も忘れたけど顔はなんとなく覚えてる、なんとなく覚えてんねんけど、その子病気で体弱くて、ほんでその子があの幼稚園にリスの、あのなんかリスとかクマ、あのパンダとかの座るやつあるやん、なんか置物みたいな、それが大好きやったから、私が早く幼稚園に行って、そのお友達の、確か春ちゃんじゃなかった、その子のためにあの リスを取って、リスを座って取っててあげたっていう記憶はあるんだよな。なんかそこに座、なんかうっすら覚えてるような、覚えてないよね。そうやって考えるといろんなな、本当にありがたいことやで、こうやっておばさんになるまで元気に生きてることが当たり前じゃないんだよね。本当に小学生になれなかったお友達もいるんだから、本当ね。どんな気持ちやろうな今思ったら、そこのお母さんね。もうええかな、もうええわ、これまたあのゾーンに入れとこう。こうやったらここに人参のかけらがいっぱい出てきちゃったね。よっしゃ、先これ炒めましょう。25分。この前ねの新さんのが長すぎたからな、 2時間あったから落差が激しいよね。2時間の後の1時間も30分ぐらい、30分にはなかった、結局40分、結局1時間ぐらいなんのかこれ。よし、熱い。ネギをちょっと切って
て入れようかな、今日大葉。色味大切ですからね。どこ行くねんのやつ。はい、どこ行くねんです。恒例のどこ行くねんです。どこ行くねん、どこ行くねん、私たちはどこ行くねん。はい、どこ行くねんですね。どこ行くねんですよ。フレームアウトっていうね。あー、お腹すいた。この前ね、あれ何やったっけ、あれ行ってきたのよ。東京テレビさんやったかな、あれは。大徳さんね。あれが10月8日にオンエアなんだけど、もうその食材でいろいろ作ってんけど、なんかもうこれ回せへんかったわ。うん。もうだいぶ先のオンエアだから。ね、再来週ぐらいやったけど、もっともっと先やったからな。よっしゃ。炒めていくわ。山盛りはですね。んで、これで私の中ではお塩を待ってや、1人前が小さじ1ちゃうか、これ16人前作るから、16個作るから8とかがあって、小さじ8の塩入れんねんけど、私何回もこれ作ってんねんけど、お塩入れるとすごい水分が出んのよね。でもべちゃべちゃなるから、だいぶ炒まって最後の最後に、お塩を入れるっていう風にしてますね。そうすることによって水分が非常に少なくいけるからです。はい、だからこれはもう調味料塩だけ。うん。で、なんで塩だけか言うたら、グルタミン酸っていうのが旨味成分としてはね、これ多分グルタミン酸やったかな、この肉とか。だから例えばやけど、カツオとかカツオ節もそうやけど、だから旨味があるから塩だけで十分なんだって。だからその時、当時天内ちなみ先生にいろいろ教えてもらった中で、もうお塩しか使わない料理って 2,3 品あったよ。こうやって旨味成分があるやつはもうそれでいいんだよって教えてもらって、だからそれで言うたら、当時先生に教わったレシピをいろいろあると思うんだけど、この鮭のキャベツソースがけ、これもそうですね、先生の。で、先生に教わったやつと思う。そうやわ。今度そんなんしてもいい。あ、覚えてる。鮭をフライパンで焼く。フライパンは洗わずに、千切りにしたウインナーを焼き、千切りにしたキャベツを入れる。酢、塩、胡椒を粉チーズで炒める。鮭の上にキャベツソースを振りかけるって。うん。ソーセージ1本、キャベツ4枚、ソーセージ1本、粉チーズ第1、酢第3、塩、胡椒。私だからね、いろんな、これすごく見やすいと思ってんねん。これ食材で、これ調味料で、これレシピの順番。これとパッと見さ、何がいるか分かるやん。これすごい分かりやすいと自負しておりますね。自負、こうやって。サンラータンスープ、これは死ぬほどよう作ったの、子供生まれる前。めちゃくちゃ美味しかった。このピリ辛こんにゃくもよう作ったな。もう辛いのとかもう作られへんわ、子供が、これやからな。あ、ふんわりささみ照り焼き、また今度作られ、美味しい。しょっちゅう作って。この前、あれでもやったけどな、鶏の胸肉ね、美味しかったな。この親子丼も先生のレシピやで、トマト入れんねんから、トマト。これもね、トマトの酸味がうんのかんのんって言ってた気がするな。うん。あれ？ロールキャベツって書いてるやん。もう二度と作りたくないと思ってますね、私はね。あれに関してはね。
シャランランラン。よし。これも冷ましてラップで巻くっていう、ラップで巻く作業を、また後でもし冷えたらじゃあラップ巻くとこだけやろうか。私がちっちゃい時の記憶でまだ覚えてることって、そもそもが妹と弟がまだ生まれてない時のことを覚えてないんだもん。私妹と弟と2歳差やねん、全員2個ずつ離れてんねんけど、私がまだ妹が生まれる前の記憶がないから、かといってじゃあ弟が赤ちゃんの記憶もないからな。だからお母さんがいつも涙ながらに話してるのが、うちの妹がうちの一番弟のおむつを替えんねんって、替えてくれててんって。でそれもなんかこうお尻とか拭くやんか、でそれをこのテーブルの上の台拭きでお尻を拭いたみたいで、でもういろんなところにうんちとかがついてんねんけど、お母さんそれを見た時にもう涙が出てきたって。でさ、一生懸命やったんやろ、ほら見てないけどその状況を見たら一生懸命やったのがわかるやん。でまたさ、今ってみんなおむつの話したら紙おむつしかないけど、当時布おむつやからね、布のおむつをこうやってあてがって、周りだけはさ普通なこうベリベリって剥がすやつやけど、だから私覚えてんのが、お母さんが布おむつを洗って干してる、その干してる洗濯物を覚えてるわ、ブワーっと白いのが。なあ、昔布おむつって。今私の友達が行っている保育園はもう布おむつしか使ってはいけませんっていうとこやねんね。てかすっごい大変って言ってたけど、すごい大変やけどすごい子供にとってはいい環境やねんって。何かって言ったら、例えばやけど夏でも冬でも裸足やねん、保育園の中で。靴下も履いたあかんねんって、なんか言ってたわ。とにかく裸足やから、ほんでなんかその遊具で遊ぶ時も裸足で遊ばせんのかな。だから言うたらこう足の力、こうグググッとこう踏み込む力みたいなのもつくんやろ、ああいうのって。とかその話もして、だからありがたいですよとか言ってた。もうその子が大きなってんちゃうかな、その子も小学校行ってるか。いや全然もう連絡取ってないけどね、マネージャーさんやけどね、ホリプロのね、だからホリプロのマネージャーだったんだけど、今マネージャーじゃ。だからね、ホリプロの女性社員の方もみんな妊娠出産を機にマネージャーじゃなくなってる。なんでかって、マネージャーさんってさ、タレントの現場ついて行ったりとかって朝早いとかってめっちゃ大変やん。それがやっぱできへんから、例えばやけど夜中24時回るようなね仕事できへんやん、子育てしてるママは。だからどういうところに行くかって言ったら、ウェブ開発部って言って、ウェブなんかその例えばやけどなんかこうホリプロで商品を作って売るとか、なんかそういう企画のなんかもうちゃんとした時間に帰れるようなタレントと一緒になんかするというのじゃないようなことするって、そりゃそうなるよね。よし。でもありがたいよね、それでもずっとそうやって働かしてもらえるというかさ。もうお前マネージャーできんやったら意味ないやんけじゃないから、1、2、3、4、5、6、7、8や。ちょっとバーっとこう水分を飛ばしながらしっかり混ぜないとね、ちゃんと混ざってんのかっていうことにもなりますよ、これは。だから私もこうやって今ね、まあほとんどテレビ出るような仕事はないけど、だからこうやって YouTube とかありがたいよ、私。申し訳ないけど、こうやってご飯作るところを配信させてもらって、それでちょっとお給料にはなってるわけやからさ。
あとそれこそさ、何そのもっとありがたいのがさ、自分がじゃあウクレレ始めたっつって、そのウクレレの本買ったそのガズさんとまさかのコラボさせてお会いできるってないやん。自分がウクレレ始めようと思ったその本でさ、その人と会えることなんて普通やったら考えられへんもんね。それもありがたいわ。本当に。すごくありがたいな。よいしょ。もう今日はご飯食べるところもないですしね。このネギがまんべんなく混ざることによって、これちょっと火つけとこのネギはもう余熱だけでいけるんちゃうかな、うん、余熱だけでいけると思う。火止めとった、火止めたったわ。このネギが全部回ったということによってあれやな。よし、今日はね子供たちお父さん遠征で遅く帰ってくるから、もうどっかでご飯食べるというか、それで一緒に私も食べるわ。どっか食べに行くわ今日は。みんなも何人か来れるかな、みんなで食べられたらいいな。サッカーママたちね。よっしゃ、よし、じゃあ一回止めましょうか。止めましょうかね。うん、40分。よし、じゃああとは包んで、包んで、なんか汁がすごいのよ、このように。わかりますか。でもこれも旨味やから、これも卵に溶け込んでっていう感じやから。だからこれ逆に言うと、一人前が一人前が、玉ねぎ4分の1やねんな。うん、まあ、あとは適当な感じで塩小さじ2分の1のみ以上です。あ、ちょっとママの味も振っといた。またちょっと美味しなるから。ママの味ちょっと振ってね。ママの味で。やっぱりこのママの味いうのはね、なんでママの味っていうかって言うと、うちのお母さんが何でもかんでもこの味の素のこれ入れんねん。やっぱ美味しいからな。よっしゃ。よし。よし、ということで、今日はこれで終わります。ということでですね、ちょっとこれ冷蔵庫の中身、まあ、冷蔵庫の中ですけど、これはこんな風に、側面はこんなんですが、冷蔵庫の中をチャ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 ーン、こんな感じですね。はい、うん、こういう感じです。無言でやっていくけど。あとこっちももうパンパン、うん、パンのパンですね。パンのパンですよ。まずこっちから言うと、これね、まあ、だから前ので比べると何が違うかって言ったら、この前後2列になったことかな。前まではここが1列やってんね。で、前後2列になった良さ、そしてこれが前なかったから、前後2列になって、しかもここに、1段ついたから、すごく、すごいすっきり入れやすいかなって感じかな。あとここはまあ調味料でしょ、でここは味噌でしょ。ほんまここに卵置く場所やねんけど、もうもともと卵はこれ前の冷蔵庫のやつそのまま使ってるかな。うん、でここはあんまりこう使わないパン粉とか強力粉とか、あ、ちょいちょい締めないとダメですけれども、そうや、それを忘れとったな。そう、こんな感じですね。でね、これがすごく私は便利やと思う。これ100均で売ってんねんけど、これ2個で100円やったと思う。うん、これが非常に便利ですかね。こうやって入れたりするのに非常に便利な代物です。あと意外とこれも買ってよかったかな。これがないと、例えば
この2本がないときにすぐガタガタって倒れやすいねんけど、これやと倒れへんのよ。これがあることによって、これがあることによって倒れへんから、これがいいかな。でうちはもう一番上はお米、うん、一番上はうちお米ですね。これはお子さんに教えてもらった。あとこれはあんまり使わへんなんか調味料かな、うん、バジルもあんで、あんたうちの家バジルやパセリや言うて、このバジルはね間違えて買うたんや。はいはい、わかったわかった。そうそう、ほんでこれは何かあったら小麦粉をこん中に入れて、なんかこうパパパパって振れるように、これもともとは何かの調味料の入れやったんかな、それをこれ洗って使ってるって感じ。これ非常に便利かな、うん、こんな感じで。一番左はこれビール、ビール入れてますね。でここが高さを変えれんのよ、これ高さ変えれるから、ここはもうこうやって牛乳ちょっと置いたり、常にここ牛乳に3本あったりするから、ここに牛乳とか入れてる感じかな。あとこれはチーズやな、うん、もう別にチーズが好きってわけちゃうんだけど、チーズをいっぱいもらったからチーズをここにまとめて入れてる感じで、非常にこれ使いやすいのはこれかな。このタッパーは結構ここあったらすっきりすんねん、うん、だからこれはで、これ夜チンしてお兄ちゃん食べるやつですね。これもまた買いな。でこれはチーズやから、こっちこれこのでですね、そうそう奥にだから、ここ高さあるから、だからとにかく500の缶が入る高さにしようと思ったのと、ここやったら鍋を置けんのよね。こうやったらここに大きい鍋を置いても全然いけるし、このまんまんキムチ好きやねん、私まんまんキムチ好きで、ここの端っこの端っこにはあれですね、あのレモンサワーの500の缶、うん、でこれ卵でしょ。でこれは子供のガッツギアってこ のサッカー行く時に持っていくゼリーかな。でこれはあれジャムとか蜂蜜とか、これもらったんだよね、うん、で問題はここやね。ここってなんかすごくちゃんと機能よく使えるはずでしょ、なんか適当に入れてるね私、うん、ちょっとした引き出しと思ってますね。なんかこう なんかこう統一性が何もなく、ただハムとチーズはここに入れてる感じかな。なんかよくわからないものをここに入れてるって感じ。基本はね。はい。続きまして、こちらです。ここは、これが例のあれ。ちょっと切ったやつ入れ。こんな感じ。うん、で、これなし。うん、これは、まあ、ハロウィンの時期やから、これあれ、ニンニク、オクラ。ここ何の食材の説明で、これ2段になってる感じかな、うん、で結局のところこのまま入れててんけど、やっぱ袋に入れてる方がいいっていうことが分かって、これシャインマスカットもいただいて、でこれ大根の皮をちょっと集めておいて、あこれ生姜やな、うん、でやっぱここのええのはあれですね、ここに調味料が入れられるという、立てて 1.5 リットルかこれ1リットルか、それが非常にいい。で片栗粉と小麦粉もここに入れてる感じかな、うん、とにかく調味料を今までこっちの上のところに入れてたの、さっきのね。でこれにしてからすごい楽になったかな。でこれは例のあのこの大葉ね、大葉やってみたり、あとこれはナス、お母さんがいっぱい送ってくださって、はいはいわかりました、こんな感じです。そしてここですね、ここはここもね、あとにかくこの保冷剤もちょっと捨てなあかんわ。もうこれもうこんなんもねいっぱいいらん。これやっぱ夏やから置いてた感じかな、うん、夏やから置いてた感じ。あとこのね、なんか独特のこのビニール袋に入れてたらこれがパラパラになる魔法のやつがあんのよ。これ袋のラップ、袋のラップ、アイラップっていう、これに入れると固まれへんね、何や知らんけど、うん、そういう感じです。アイラップっていう、もしよかったら使ってみてください。これはいただきましたお友達から。そして、この横は氷、うん、普通な感じやけど、普通の感じやけど氷で、あと関係ないけど、あと関係ないけど、これがね、まあ、ちょっと前のやつよりもちょっとちっちゃくてあれやねんけど、分解して中が全部分解して全部洗えねんて、こことか全部分解して洗えねんて、それは非常に嬉しいかな、うん、そして一番下の冷凍庫、冷凍庫はね1段2段
これなってるのはいいわ。うん、今なんかあんま今入ってないね。これはね、一番ここも A で、手前のところにでっかい、これも水冷凍しといて、でこれはサッカーの時にバケツにねこれ入れて、冷たい水にして子供たちの体冷やすようで、またちょっと暑いからこれいるな。あとこれもチューチューはこの霧島のこの縦に冷やす、縦に冷やしちゃってます。うん、これは誰が買ってきたんでしょうね。私は買ってませんね。でこれはしいたけと、あとこれえのきと、これ何だっけ、もうしもじもしくなってます。しもじもしいですね。だいぶ前にやってますね。これネギやな。ほんでこれ私あんまり、ちょうどテレビで餃子のなんかやつがやってたのよ、おいしいおいしい言って。ほんで子供が餃子食べたいって、でお父さんがこれ買ってきて、今日お昼これとチャーハン作ってくれたのと、旦那が作ったのとこれね。うん、あとこれ、これはこの前ね岡山行った時にプレゼントでいただいたんです。そこの岡山のあの講演会があって、あとここはもういろいろかな。うん、これなんや、魚、うん、魚と、あとこれはこのミートソース。でこれ、これ子供がどうしても買いたいな、丸い氷ができるって、もう結構1回しか使ってね、どうしよう。これ鮭、こんな感じかな。まあ豚肉とかは常に置いてる感じやな。あとこれベーコン、ベーコンも切って冷凍。あとこれ夏場はもうホットコーヒー飲めへんから、何を見せられてんねんっていうかね。これもウインナーだから、ここに今日作ったねあれです、あれ並べに、これ酢飯、酢飯ので、これは子供たちがお腹空いた時にチンして食べるおにぎりとか、まあ、そんな感じ。これハンバーグとかも、はい、まあ以上です。こんな感じですね。でこれは一番下、これ氷だから、もうちょっとしたら、私がまあ冷凍食品あんまり買ったりしないねんけど、もっといつもパンパンやけど、最近パンパンちゃうかな。なんでか言うたらね、氷をとにかくいっぱい欲しいっていう感じだから、氷のように今なってる感じです。ということで皆さん、さようなら。こんな感じでした。はい。